ワインになったものを、樽に入れるもの、それからステンレスタンクで保存するもの、また1年目の樽に入れる、2年目の樽に入れる、これによって全部味が変わりますよね。しっかりめのワインがお好きな方が多いということですね。